三方駅は、福井県三方上中郡若狭町三方にある、西日本旅客鉄道オ浜バマ線の駅である。鶴ヶ方面に向かって、右側に、単式ホーム一面一線を有する地上駅。かつて西側にあったホームは撤去され、下段になっている。改札口は、東側のみである。西側から見ると、森土の上に線路があるが、駅横の地下歩道で往来できるようになっている。 鶴が地域鉄道部が管理し、自治体が窓口業務を受託する簡易委託駅であるが、緑の窓口が設置されている。営業時間は7時18時。その時間以外は無人であり、無人時間帯に備えて自動券売機も設置されていたが、現在は撤去されている。駅が友人の時間帯に限って二両編成のワンマン列車では二両すべてのドアが開いて、 それぞれのドアからの乗り降りが認められている。休校、若狭廃止前は、停車駅の一つであった。1988年10月に観光会館、三連区を同居させた、新駅舎に改築されている。福井県統計年間によると、2019年度の1日平均乗車辞任は88人で、ある。近年の1日平均乗車辞任は、以下の通り。 東側は国道27号と並走しており、周辺には小さな商店が立ち並ぶ。一方の西側は駐車場と駐輪場が整備されており、その周りは区画整備された住宅地になっている。ありがとうございます。